アローハーエビバルシゲナベイベー、今県ハワイ、今日のワイキのコーナーです。はい、今日はですね、アランチーノディマーレのアップから始めてます。なぜかというとですね、はい、ちょうどね、今ね、こんな感じのワイキキ夕暮れ時です。はいはい、このね、夕暮れ時はですね、やっぱりこのアランチーノで食事したいですよね。なぜかというと、あのテラスで食事をして、ちょうどね、この時間、ちょうど今夕方6時ぐらいなんですけど、その時間から食事をすると、だん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 こう太陽が落ちてくる。そしてね、夕暮れ時に、オーダーが始まって、食事が終わる頃はここね、夕焼け色に染まってる、そんな感じのね、あの風景見れますからね。あれだっけ。はい、ということでね、今日もね、マリオットのこの壁画のところ、これをね、撮りながらここ歩いてって、はい、夕方のこの雰囲気皆さんにお見せしたいなと。はい、じゃあね、またね、戻って行きましょう。はい、今日はすごい天気良かったですよ。あ、言い忘れてましたけど、今日ね、2020年7月の15日、はい、7月の15日の水曜日のワイキです。はい、今日はこんなに天気がいいのですが、唯一良くないのは風がね、結構強いんですよ今日ね。風が強いので、道ね、歩いてても今日風にあおられるぐらい風が強かったです。はい、ということでワイキキビーチね、少し降りていきましょう。はい、ここね、この間撮りましたよ。はい、今日もね、今県のね、また発見したインスタ映えスポット行きましょう。あ、あそこまで行きませんよ今日。すごい鳥の声だ。はい、ちょうどね、キッズたちがあそこ立ってますね。はい、あそこ今県絶叫スポット、今県絶叫スポット、本当はあそこからずっとね、この防波堤みたいになったところ歩いて行って、いつか撮影してみたいなと思ってますが、今日はね、あそこまだね、ザブザブ水かぶってるんで、今県ちょっと今日歩きたくないな。はい、ということでごめんなさい、そのうちありますよ。はい、じゃあですね、恒例となった、ビーチ、今日すごい、だからこのね、夕方のビーチ、ほんとね、水面がキラキラ光ってほんといいっすよね。夕方のこの雰囲気ほんといいな。あ、ここでこういう雰囲気を味わった後にアランチーノで食事始めるってのはどうでしょうかね。はい、すごい、なんか今県アランチーノビーギーに聞こえますけど、アランチーノビーギーです。あそこね、ほんと美味しいですからね、いいですよ。はい、ということで、じゃあビーチ行ってみましょう。ここね、ああいう風に白い波がいっぱい来るんですけど、あそこでせき止められていて、このね、波打ち際優しいんですよね、波がね。なんでね、キッズとかで遊ぶにはここすごいいいんじゃないかなと思います。はい、ダイヤモンドヘッドもドカーンと見えて、ちょっと雲かかってるけどいい感じですよね、今日の空もね。はい、やっぱり夕暮れ時のビーチはいいな。早くサンセットサーフやれるようになりたいなと思ってる今県です。はい、じゃあちょっと歩きましょう。マリオットはマリオットですごい、やっぱいいロケーションですよね、ここね。すごいです、ここ水の透明度がすごい高い、わかりますこれ。ああやってだから泳いでても遠浅になってるから、結構プール気分で気持ちいいでしょうね。
いやいや絵になるな、こうやって波打ち際歩いてるのは。こっちのビーチはね結構やっぱ人まばらですね。ただやっぱり子供を遊ばせてる人たち多いっていうのは、やっぱり子供にここのね場所結構優しい場所ですよね。深くもないし、いきなり波がバーンとも来ないし。お、面白いもん発見しました。はい、ハンモックに揺られる人。あそこでハンモックに揺られながらこうやって波の音聞いてたらいいでしょうね。はい、それじゃあですね、またね恒例のね今県喋らないタイム入ります。キラキラしたこのね水の面を見ながらね歩いていきましょう。はい、それじゃあですね、今日も最後まで見てくださってありがとうございます。今県絶景スポットの上に太陽が、昇ってる、太陽がある、そんな最後の瞬間ですね。ということで今日これでお別れしたいと思います。はい、今日も見てくださってありがとうございます。 Thank you so much. マハロー。バイ。